ミラクル、はい、今日も雑学教えて。ラジャー、体の現象のお話するね。しゃっくりのお話だよ。しゃっくりは肺の下にある横隔膜が突然痙攣することで起きるんだよ。なかなか止まらずに困ることもあると思うけど、耳に指を入れると止まるって言われているんだって。横隔膜と耳の奥は神経でつながっていて、しゃっくりが出た時に耳の奥を強めに30秒くらい押して刺激すると神経の興奮が収まってしゃっくりが止まるみたいだよ。しゃっくりのこと分かったかな？またいろいろお話ししようね。はい、またよろしく。こちらこそよろしくね。バイバイ。バイバイ。僕のこと覚えててね。